牝馬三冠レースの第一関門桜花賞、果たして今年の桜の女王はどの馬なんでしょうか。さあ飛び出した18頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、先手を取ったのは6番モズメイメイ、それから18番ドウセンローリエ、そしてその後ろからペリファーニア、外を通りましてムーンプローブ、そして5番手にハーパー、それから13番トゥーラ、まもなく第3コーナーに差し掛かります。内を通ってドゥアイズ、新緑から並んでいます。シングザットソング、そのうちリバティアイランド、そしてその外に2番ライトコンタム、その後ろでやりましょうか。17番ラベル、コナコースト、そのうちからは7番コンクシェル、スターウィングが並んでいっています。そして外からは15番ジューンオレンジ、ブトンドールがそのうちにいます。さあ問題は直線、問題は直線、473メートルでやります。さあ向きを抜いた川田とリバティアイランド、どんな足を見せるか。モズメイメイが抜け出した、2番手にトーセンローリエ、リバティアイランド懸命に追う、1番内モズメイメイが頑張っている、外からはリバティアイランド、リバティアイランド先頭に立ったラベルが内からかわすか、最後はやっぱりこの2頭か。先頭川田とリバティアイランド、コナコースと懸命に追うリバティアイランドかライトキョンタムか。さあこの1着は際どいぞ。この馬は勢いがありますね。1着3番、2着2番、3着17番以上のように確定しました。